壬生町睦地区コミュニティ推進協議会会長島田和義様。おめでとうございます。東武鉄道株式会社新栃木駅駅長立川治様。おめでとうございます。ありがとうございました。それではここで祝電を頂戴しておりますのでご紹介をさせていただきます。壬生ビール祭り2019の開催を心よりお喜び申し上げます。日頃の皆様のご活躍に敬意を表しますとともに、お祭りのご成功とご参加の皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。衆議院国家基本政策委員長衆議院議員佐藤勉様、ありがとうございます。続きまして、壬生ビール祭りを開催するにあたり多大なご協力ご支援をいただいた皆様をご紹介させていただきます。なお純不動継承略にてのご紹介ご了承ください。公園壬生町、壬生町観光協会、壬生町商工会、独協医科大学、おもちゃ団地協同組合、東武鉄道株式会社、宇都宮東武ホテルグランデ、壬生町金融団、協力おもちゃの町東口商店会、おもちゃの町商店会、壬生町睦地区コミュニティ推進協議会、また各団体企業様よりご協賛もいただいております。こちらは皆様のテーブルへの掲示を持ってご紹介とさせていただきます。ご協力ご支援本当にありがとうございます。それでは皆様お待たせいたしました。続いて乾杯に移りたいと思います。飲み物のご準備をお願いします。さてここからは鹿がですね、壬生ビール祭りといえばこの人、永井瑠衣君お願いします。鳴りやまない拍手をありがとうございます。向かいのビルの皆様もありがとうございます。ちょっと今のところ一人も出てきてないですけれども、ありがとうございます。まず小杉さん、すいません、壬生町に1円も納税してない人間が総合 MC で本当申し訳ございません。大変申し訳ございません。さあということで乾杯でございますが、やはり乾杯はこの方にお願いしたいと思います。事務局長でございます、ボンバーヘッド水井正幸さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。多分ご存知の方はまたこいつかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、今回も事務局長を務めさせていただきます、水井と申します。よろしくお願いします。毎回の話ですが、私も今回実行委員長を務める二礼君も全く酒が飲めません。そんなやつがこんなビール祭りを開催させていただきました。スタッフ一同お酒が大好きなメンバーも揃ってますので、ぜひ皆さん盛り上がって、楽しんでいってください。私はこの町に生まれて、この町に育って、そしてこの町に住んでいます。この町にこんなに楽しいイベントがあるなんて本当に幸せです。そして今日来ていただいた皆さんと乾杯できることが何より嬉しいです。マネだろ。瓶は空です。それでは皆さん声を合わせて乾杯させていただきたいと思います。皆さんお手持ち、あれお酒持ってない方いらっしゃるんですか。大丈夫ですか。じゃあ乾杯したら買ってくださいね。それでは乾杯したいと思います。壬生ビール祭り2019乾杯。壬生ビール祭り特
がもう一人紹介したい人がいます。誰でしょう。はるばるイギリスから来てくれました